どうも、ドムです。はーい、皆さん元気ですか？あまりにも髪が長くなったので鬱陶しいんで、今日は帽子かぶります。はい、ですね、皆さん、ストレッチとかやっていただいてますか？ありがとうございます。で、最近ですね、膝の調子が悪いって人が、よくいて、僕の周りにね、膝の調子が悪いっていう方をよく見かけるので、ちょっと膝のコンディショニングのためのエクササイズを、一つだけ紹介します。一つだけ。簡単です。で、膝の調子が悪いっていうのは人によってそれぞれだと思うんですけれども、あまりね、半月板損傷しちゃってるとか、十字靭帯、あるいは側副靭帯とかのね、靭帯を思いっきり痛めてる人っていうのは、こういうエクササイズあんまりしない方がいいかもしれないんですけれども、少し自分の膝がきちんと動いてるのかなっていう確認のためにもね、リハビリのためにも、軽くやっていただいてもいいんじゃないかなと思うので、ぜひ一緒にやってみてください。で、具体的にどういうことをするかっていうと、以前ね、膝美人って、美脚の話のところでもやったんですけれども、膝の運動ってただただ曲げ伸ばしをするだけではなくってね、ちょっとこういう回旋動作が入ってるんです。その回旋動作をストレッチをしながら、改善していこうっていう、そういうね、今日はエクササイズ、簡単です。一緒にやってみてください。やってみてください。 座ってやります。で、どういうことをするかって言ったら、座った状態でこうやって膝の曲げ伸ばしをするんですね。すごい簡単だと思うんですけれども、これにさっき言った膝の回旋動作を加えます。膝の幅はだいたい腰幅で置いといてください。つま先の方向を内向きにして、内向きの状態で曲げる。もうこの段階で痛い人ね、あんま無理しないでくださいね。ゆっくり自分のいける範囲を考えながら、感じながらやったらいいと思います。内向きで膝の曲げ伸ばし。それと今度は膝を外向き、膝じゃない、つま先を外向きにした状態で曲げ伸ばし、曲げ伸ばし。はい、膝ね、こう屈曲伸展っていう動作のもう一つ、他に回旋動作、内旋と外旋ってね、これすねが回ってます。足首の運動ではなくって、この脛骨っていう骨が、内外内外って回ってるんですけれども、この動作をしっかりできるようにしましょう。で、参考は外が40度、内が30度ぐらいですね、回るのが理想かなと思います。これを、座った状態での膝の曲げ伸ばしで行います。つま先内向きにした状態で、膝曲げるときにこうやって膝と膝が寄ってしまわないように、内に向けた状態でも膝まっすぐ向けていただいて、こういう状態ですね。内旋かけた状態での膝の屈曲をします。こういう状況。はい、わかりますかね。プラス外向きで、外に向けた時もこう寄ってしまったり、逆にこう開いてしまわないで、膝の幅はだいたい腰幅でキープですね。そのままこういう感じで膝の曲げ伸ばしをします。はい、これを内と外交互にやっていただいたり、あるいは内ばっかりストレッチ、あるいは外ばっかりストレッチ。はい、なかなか難しいと思うんですが、ゆっくりでいいのでやってみてください。一緒にやってみましょうか。内に向けた状態、膝の幅は腰幅で、1回、10回いこう。2、3、4、膝が寄ってしまわないように。5、6、痛い人は無理しない。7、8、9、10。言い忘れたんですけれども、この時にね、足の裏がペロンって外に
めくれてしまわないように、なるべく母子球床についたままできると理想ですね。はい、外行きます。外の時も膝が外に開いたり内にしないように、この状態のまま1、2、3、つま先外向き4、5、6、7、8、9、10、ナイスです。そしたら交互に内外に、10回いきましょう。内側1、外向き2、内3、外4、内、膝の幅あんまり変わらない5、6、7、8、9、ラスト10、 OK でした。こういう膝のすねの動きですね、しっかり出せるように練習してみてください。どうしてもね、痛みのある人はね、絶対無理しないでください。ただ痛みがないけど全然、自分のすね動いてないって思った人は、たくさん練習してみてください。例えば膝、この辺ね、硬い部分が、むくみやすいとか、この膝がなんだか腫れぼったいとかね、そういう方はぜひやってみてください。するとこの辺代謝良くなって膝周りすっきりすると思います。はい、暑い日続きますけれども、皆さん夏バテしないように、今日はこの辺でサクッとです。ではね、頑張って。